東京医科大学八王子医療センターは、東京都八王子市間町にある病院である。学校法人東京医科大学の大学附属病院。東京医科大学八王子医療センターは1980年4月、八王子市による誘致を受けた東京医科大学によって開設された。当初の診療は、救命救急や循環器が中心であり、病床数は200であった。 東京医科大学八王子医療センターでは、大学病院としての診療、医学教育、医学研究のほか、地域医療の中心として、高度先進医療を提供。また、多摩地区の第三次救命救急センターとして屋上には、ヘリポートを設置、遠隔からの救急患者搬入にも対応できる体制としている。さらに、日本臓器移植ネットワーク腎臓、膵臓移植施設、 一食検査センターや地域災害拠点中核病院、地域がん診療連携拠点病院などに指定されている。また、東海大学医学部付属八王子病院とともに、八王子市による八王子市中核病院に指定されている。職員数は、医師259名など、総数で1325名。診療実績は2006年度で、 外来患者数が1日平均1387人、入院患者が同539名であった。ABE 病院長挨拶東京医科、大学八王事業センター、平成23年10月27日閲覧、ABCD 東京医科大学八王事業センター、大学医療情報ネットワーク、東京大学大学院医学系、研究改良コミュニケーション学分野大学病院、 医療情報ネットワーク研究センター、八王子市中核病院で診療を受けるには、医療連携マップ、八王子の身近なお医者さん、歯医者さん、保健薬局さん、八王子市。ありがとうございます。